ギャラリーがいっぱいいますね。すごい。さあ、皆さんこんばんは。はい、今週も始まりましたヒープホップ55分間生放送でお付き合いください。7月に入っておりますね。6日815回目の生放送ということですけれども、はい、ヒープホップ満16周年おめでとうございます。ありがとう、みんなありがとう。いやーもう本当にね、視聴者の皆さんのおかげですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、やりましたね。16年ですよ、すごいですね。ねえ、16年間ですよ。20代半ばからずっともがい遅刻してますからね。何なのしてんの。そんなこと言ったら俺同窓会も来てないわ。全然同窓会向きじゃないわ。そうですよね。はい、今回もですね、さまざまな周年企画、はい、計画しております。こちら、はい、薄政爆笑伝説、うんうん、これは過去の爆笑伝説の作品をプレイバックするということで、はいはいはい、選ばれた投稿者には16周年の記念キーホルダープレゼントします。これがいいんですよね。これめちゃくちゃいい、はい、かわいい、かわいいよね。ナイスキャラこれ。上等、はいさあ、そしてなんと今日はですね、常連投稿者がスタジオに登場という、はい、すごい常連投稿者です。なかなかないんですよ、ね、話聞きたいよね。テレビの向こう側にいらっしゃる方がこっちに来るというゲストですね、はい、そしてモーリーがですね、はい、来週観覧席を設けるんですけれども。そうなんですよ、これすごい話ですよ。スタジオにね、うん、皆さん入れてやるんですけど、はい、その観覧席をかけてボールキャッチ一発チャレンジ、はい、やりますよということで、うん、今から行ってきます。はい、番組の後半でやりますので、はい、応募はですね、今真上に出ておりますね、うん、QR コード、はいはい、こちらから応募すると観覧席の応募になるということになっておりますので、はい、もしくは番組の X から、はい、でお願いしますと、はい、いうことですね、はいはい、じゃあもう行ってください。なんで周年祭でするいかすんですか。あ、だからこの辺でできることではないんだな、はい、一応できるわけよ、ここでもできる、ここでもできる。いやでもスケールが違うんだよ、スケールが全員でいけ、いけ、なんでいけじゃないよ。頑張れよ、みんなのために頑張ってね、行ってきます、みんなのために頑張れ。はい、頑張ってほしいですね。それで私服で着てたんですね、彼だけ。それでっていうか、まあまあそうなんですけど。はい、ではまずはこちらのコーナー、沖縄爆笑伝説。うん、来た来た来た。はい、今週のお題はおめでとうとなっておりますよ。はい、はい、行きましょう。では、はい、行きたいと思います。僕からまずはヒープネームセゴドンさんいただきました、はい、ありがとうございます。私の結婚式の時の話、はい、職場の後輩からおめでとうと言われご祝儀袋をもらった、うんうん、後日見てみたら中身は空っぽだった。それからというもの、嫁がその彼の話をする時、ああ、空だった男と言ってくる。なさよ。はあ、これね、ま、僕もあったんですよ。そんなことあるんですか。はい、僕は事務所の後輩におめでとうって言って渡したんですよ、はい、そしたら渡して僕階段降りて帰ろうとしたら階段がダダダダダって降りてきて、はい、ヒブさんめっちゃ言いにくいんですけど中身入ってないんですって言って。いや、この後輩もよく頑張って言ったと思いますよ。ねえ、だから言ってくれてよかったんですよ。だからあ、マジかっつって。だから俺も経験あるんで、だからうちの後輩多分陰で空の男って言ってた。空の先輩か、から先輩かな、から先輩って呼んでますよね、多分ね。奇跡的に間違えたみたいなふりして毎回やってるわけじゃないですよ。ちゃんとやってるわ。その1回だけど。ちゃんとやってるんですね。はいはい、じゃ続きまして、これ僕を呼んでいいんですよね、多分ね。ですね、はい、お願いします、はい。ヒップネーム、いろパパさん。はい、ありがとうございます。ヒロシーの誕生日会を居酒屋でやったのだが、誕生日会で集まったのを忘れるぐらい盛り上がっていたので、うん、会計するとききっちりヒロシーも割り勘してた、うん、なんかちむい。あ、ちゃんと割ってしまったんだ。普通こういう時ってね、出さないですけどね、はい、いいよ主人公はいいよ。人、ね、ケーキ風の時間から結構経ったんでしょうね。もう忘れてる、多分何の会かわからなくなった。そもそも集まりが何の集まりだったか忘れてるんでしょうね。じゃ続きまして、はい、続きまして、ヒープーネームクーポンが発見されましたさんからいただきました。ありがとうございます。った、ね、はい、子供たちに誕生日に何が欲しいって聞かれたから、うん、かっこいいベルトが欲しいなって言ったら、うん、誕生日当
当日、誕生日おめでとうって言われ、戦隊ものの変身ベルトをもらった。ジーパンに似合うよねじゃないよ。通るかもわからないジーパンじゃん。この辺バックルでかいでかいっすよ。ファン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 。45までウィーミー。大体わかるだろ。兄弟おめでとうなんですけど、はい、なんかあります？そうですね。僕はあのこのレオン語、うん、あの沖縄だったらメンソーレオンとか、頑張れオン、お疲れオン、うん。まあ一向に受けないわけですよ。これが受けないんだ。これ全然受けなくて。ならばそのご当地の、はい、ね、沖縄はそのメンソーレオンとかで、東北だったらケッパレオンとかあるわけです。ケッパレケッパレ。で、今度はもう日本越えて、うん、もう海外進出したいなと思いまして、では行きます、はい、今日は受けると思います、はいはいはい、改めましてヒップホップ16周年コングラチュレオンです。ちょっとこうなるんですよ。これはもうこれでいい、これでいい、これでいい、こんな感じで正解なんですよ。これが正解なんですか、うん、なんか滑る気満々で後半拍手でかけ消してますよ。なんか若干不安だったのかな。だったちょっと不安をかき消しようで。弟じゃないよ。ダメだな。いやいや、もうこれ流行りますよ。流行りますよ。コングラチレオン。コングラチレオン行きますよ、これは。押せば何回も言えばこれは流行るんで。そっか。もう負けないことじゃない、これは。もう紅白次第でしょうね。紅白出場歌手が。コングラチレオン。そうだね。わかりました。出たら絶対入りますよ。そのためにも絶対出よう。よし。ありがとうございます。続きましてヒープーネームたっちゃんさん、はい、ありがとうございます。私の職場の先輩は退職する人にとても優しく、退職おめでとう、人生これからだよなどと優しく前向きな言葉をかけ、退職する人の最後の出勤日にはお酒やスイーツを送る素敵な先輩です、はい、でも先輩が一番会社を辞めたがっている。だからおめでとう、人生これからだよ。いいなお前、羨ましいんだお前。いいな、あ俺の分まで頑張ってみたいな願いが込められてるでしょうね、これね。面白いです。なんか前振りが熱いな。確かにこういうことだったんだ。、はい、番組内で紹介した過去の沖縄爆笑伝説はウェブサイトでもご覧いただけますよ。こちらの、はい、二次元コードからアクセスしてチェックしてみてください。はい、はい、あっという間のお時間ですね、はい、またぜひ遊びに来てください、ね、ぜひともよろしくお願いします。はい、ゲスト新浜レオンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。おつかレオン、はやれよ、はやれ。さあ久しぶりに特別企画やっちゃうよ。あ、いい、これだ、これでしたね。そうだ、去年の今頃もやってました、はいはいはい。このコーナーではこれまでに認定された爆笑伝説、なんと774作品の中から番組えりすぐりの作品を紹介しますと、はい、一番笑いを生んだ作品を薄政爆笑伝説に認定ということで、認定作品をですね、うん、番組開始当初からメールを選んでいる番組スタッフが選抜していますと。はい、もうこれキングオブ爆笑伝説ですよね、はい、その週の面白いチャンピオンの中からまたチャンピオンが来るっていうね。そういうことですね。去年でもめちゃくちゃ面白かったですからね。ね、よかったですね、はい、さあそして薄政爆笑伝説としてメールを読まれた方にはこちら。はい、こちらです。かわいい、これがかわいい、ね、16周年特製キーホルダーをプレゼントします。ねえ、かわいい。僕たち2人なんか少年っぽい感じ。そうですね、ヒープさんが一気に校長先生クラスまで。俺毎回こういう時よ、校長先生になるわけよ。中間ないんですか、中間が。毎回なんか校長先生になるわけ。はい、焼きましょうか、はい、早速じゃあサーネーから。はい、では行きたいと思います、はい、さあこちらが、2020年4月25日放送、お題がドキドキの時ですね、はい、ヒープネーム浦添宜野湾僕伊平屋さんからいただきました、はい、昔いとこの結婚式に行った時の話。旦那さんが外国人だった。式を前に家族の控え室で片言の日本語でデージームラムラすると言っていた。ドキドキって言いたかったらしい。家族の
控え室でですかね。後でやれ、後で後でやれや、今じゃないだろ、言わんでいいよ、俺が父ちゃんだったら後でやれ、ほんなお前、今言うなほんな、後でやれも優しすぎますよ、なんかそれなんかそれ、さすがだな、さすがですね、うん、はい、じゃあ続きまして2023年12月2日放送、はい、お題が買い物ですね、うん、ヒープネーム顎の面積鬼さんの作品、はい、顎さん、寒い季節になり鼻水が止まらんくなってきた、うん、昨日もスーパーで買い物中にポケットティッシュで何度も鼻を噛んでいたら、棚の向こうから、ねえママなんかインパクトドライバーの音しないっていう子供の声でした。多分知ってるインパクトドライバー。あれですよね、この終電のバッテリー下から見てからに、プラスドライバーのネジがウィーンってやるやつ。そんなにこの吸引力とかがちょっと振動とかも伝わるぐらいの。ここどうなってるば。どうなってるば。もうなんか意外と下からバッテリーはめられてる。アゴメンさんだからもしかしたらあるかもしれない。なんでよや。すげえな、はい、続きまして、はい、続きまして、2018年9月29日放送のお題が運動会ですね、はい、はい、ヒップネームミスターラビットさんからいただきました、ありがとうございます。借り物競争に出場したら紙に美人って書いてあったから、一番近くにいたおばさんを連れて行った。そしたら審判に却下されたので元美人って大声で言ったら、昔も知ってるって言われた。これ二重に失礼のや、重ね重ね失礼のや。そうですよね、どういうことやろ。昔もっておもろかった。まず引っ張ってきた時にダメ言うのも失礼ですよね。普通大体 OK ですよね。そうそうそう、こんなのは若い時から罰みたいな。昔は知っててデジャスさや。うわ面白い、いいですね。続きまして2018年3月24日放送お題カミングアウト、はい、ヒープネームルパンが愛した藤子ちゃん。乳首と乳首の間が人より離れすぎている気がして、自分で定規で長さを測り、ネットで乳首と乳首の間長さ平均と検索したことがあります。終わり終わり報告だ。これしてどうだったば。気になりますよね。平均値だったば。どうだったんですかね。離れてたば。異常だったのか、うん、普通ぐらいだったのか。みんなでも中高ぐらいとかこんなのなんかやるよね。やらないですよ。やらないですよ。乳首と乳首はやらないけど。はい、はい、ということで以上、すまさ爆笑伝説のコーナーでした。やっぱり面白いですね。いや面白かった、最高だった。はい、はい、さあそれでは、16周年の特別ゲストお呼びしましょう。どうぞー。あ、答え聞けるじゃん。座ってください。どうぞ座ってください。はい、顎の面積お兄さん、ルパンが愛した藤子さんです。よろしくお願いします。なんと今日はもういつもねテレビの向こう側にいる、ね、常連さんで、あ藤子さん、あさっきのどんなだったんですか。乳首と乳首の平均測って、実際は平均内でした。よかったです。自信あるかよこれ。いや ここら辺のオチをつけないところの選手の良さというかね、すごいですね。よかったですね。いやもうアゴメンさんはもうアゴ系統のメールでめちゃくちゃ笑わせてもらったんですけど、はい、実際アゴ見たいっすね。あ、そうですね。ちょっと、はいはい、アゴの面積やっぱりそれぐらい押してるんで、はい、はい、見てもいいですか。今日喋らないんですか。今日は喋ります。喋るか。最初から喋れや。なんで。ちょっといいんですか、聞いて。いいですか。はい。はい。はい、じゃあ。じゃあ音もらっていいですか、それじゃあ。あ、そうか。ちょっと音に合わせて。そうだ。顎の疲労というのが。あ、そんな仕掛けもしてくれるんですね。すごいっすね。めちゃめちゃなんかハードル上がりますけど。それでは、はい、顎の面積鬼さんの顎疲労です。どうぞ。どんね。どんね。
どうも、はじめまして。まあ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 、立派な、ご立派なね、ご立派な、ご立派な形でいらっしゃって、ちょっと出しに来てます。出しに来てないですか。ノーマルです。そうだそう、聞こうと思ってたんですけど、そもそもなんで顎の面積お兄さんっていうヒープネームなんですか。妻と食事中にですね、はい、顎に米粒がついてる、ご飯粒がね、妻に指摘されまして、はいはいはい、まあ、それを取ろうと、はい、探してたんですけど、はい、なかなか探せずにいたら、はい、面積を鬼だなって言われて、その人ね、普通パッと探せるのになかなか探せないから、お前顎の面積鬼だなって言われたところからこの名前になってるって。2、3回移動したら当たるのにね、全然当たらなくて、全然当たらなくて。嫁さんもセンスいいな。いいですね。身内発信だったんですね。そうそうそう、はい、素晴らしい。これ藤子さん、これね、何度も爆笑伝説撮ってると思うんですけど、はい、何回ぐらい撮ってるんですか。実はですね、採用されたのが125本で、はい、すげえな。日程はたったの7回です。いや、いや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 、たったの言うて7回はすごい、すごいっすよ、マジですごい。もう名前呼んだだけで、まあ面白い目で来たなって安心しますしね。そうそうそう、分かりますしね。いや、アゴメンさんは何回ぐらい撮って分かります自分で。あ、僕は11回です。あ、すごいじゃないですか。あ、すごい。アゴメンさんヒット率高いっすね、めっちゃ。あ、です、はい、すげえ。その11回のうちの何回がアゴの話なんですか。そこまではちょっと、はい、ちょっと分かんないですけど、8割がったじゃないですか。8割アゴだよりの。そうよね、アゴで食ってるみたいな。だいぶ頼ってましたね、アゴだよりで。はい、どうしますか、呼びます。あ、時間ない。時間ということで。そうですね。そうか、ね、あ、もう終わりか。時間、もっと話聞きたいな。ねえ、はい、モリー呼ぼうと思ったんですけど、はい、モリー呼ばないです。ごめんなさい、ここで盛り上がりすぎて。ルパンがした藤子ちゃん、顎の面積森さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、あ、最初のコルノだ。サーネが作ってます。爆笑メール待ってます。一番最初のやつだ、これ。さあ、続いてのコーナー、こちら。沖縄爆笑伝説パート2です。何は何はね。はい、今週のお題はおめでとうとなっておりますよ。はい、来ました。はい、まずはヒープネーム、なにわのくすまやさんいただきました。ありがとうございます。自分で言ってるからね。初孫の誕生を祝っておじいがデージデーだかな古酒を購入、うん、孫が20歳になったら一緒に飲むためらしいけど、考えたらそこまで生きている保証はないなぁと言って、少しずつこっそり飲んでいることはワンは知っている。かわいい、かわいい。逆でしょ、そこまで頑張って健康にいようでしょ、多分。そうですね、一緒に飲むために。心の持ちようだよな。なんでちょっとずつ飲むわ。ネガティブな方でやってる。はい、続きまして、はい、あ、お、来た。お、読む？本当？モリー？はーい、ヒープーネームグラサン仮面さんからいただきました。ありがとうございます。題名が当選おめでとうございますとメールが来て、え、なんか当たったとウキウキでメールを開いたら、一目でわかる詐欺メールだった時の悲しみは金腕ぐらい深い。金腕ぐらい相当深いな。相当深いけど、モリー、なんか全然空気感が違いますね。はいはい、今日仕事だよ。ですよ。いや、分かってるやん。分かってる、仕事してる。ありがとうね。ありがとう。わざわざ止めて呼んでるよ。あの今日直帰していいからさ。ありがとうございます。いや、直帰じゃないよや。ちょっと家の方に多分近づいています、距離的には。ありがとうございます。なんでよや。なんで返す場合。じゃあ続きまして。はい、はい、続きまして、ヒープーネーム、うるま市の怠け者さんからいただきました。ありがとうございます。うるま市石川の山城地区、そこに住んでいるのはほぼ山城さん、うん、またそのエリアに山城地区以外の人が一度足を踏み入れると抜け出すことができないらしい。地区の道は入り組んでおり、どの表札を見ても山城さんなので、みーぐるぐるして方向感覚を失うかららしい。これでもね、まあ、抜け出すことができないの大げさかもしれないですけど、本当に山城さんばっかりいるところがあるんですよ。本当に本当に
あります、あります。じゃあ郵便配達の方とかタクシー運転手の方とか、もう大変だ。どこの山城か分かんないですね。続きまして、ヒープーネームダブルスキッパさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。職場でお世話になっているタカシー先輩が誕生日だったので、仲間内でお金を出し合ってサプライズケーキを準備した。仕事が終わり、いざサプライズへ。ケーキを箱から出すと、ハッピーバースデータカ様と書かれていた。その場にいた全員が一瞬凍りついた。あのね、タカシーが高貴のキーなんですよ。キー、タカ、タカ様。はい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 。あ、貴様か。貴様か。貴様ね。おー、貴様。そうかそうか。たかし様。貴様の貴様か。はいはい、こう、いや、凍りつくでしょ、それは。ハッピーバースデー、貴様。うわ、誰に貴様よや。恨まれてるの。敵から来たんだ。敵、あ、そうか、貴様か。敵が一応言わっとくか。敵の将軍から来てるな。そうですね。ありがとうございました。おまじょうです。あ、そうか、貴様だ、貴様だったんですね。そうかそうか。さあ、続いてのコーナーはこちら、沖縄爆笑伝説パート3だよ。3だ、うん、ラスト。はい、今週はおめでとうとなっておりますよ。はい、ヒープネーム、うん、スイカ上宮さん、はい、先日義理の父の誕生日祝いをするために、うん、義理の妹にケーキ買ってきてとお願いしました、うん、当日姪っ子がドヤ顔で、ケーキもメッセージも上等を選んだというので期待して開けたら、うん、メッセージプレートに、うん、ジージハピバおめと書いてありました。それを見て義理の父は、ケーキ屋が途中までしか書いてないと怒っていました。あ、面白い。あ、今時の言い方なんだよね、お父さんね。インクチョコが足りんかったのかなとか思ったが、不要しやおい。最後まで駆け足もんね。駆け足。ラスト。あ、いいね。はい、ヒップネームロコミパスカル大城さん。はい、ありがとうございます。おじいに、おじい、うちのあの方言でおめでとうは何と言うの？と聞いたら、おめでとう、おめでとう、おめでとうよ。おめでとうやさ、おめでとうと言っていた。おめでとう、ちょっとの違いだな。おめでとう、ちょ、いますけどね。ほぼ発音が悪いだけだな。ですね、本当なんですか。いやおめでとう直接言ううちな口は多分ないんじゃないかな。数字サビラとか、そうそうそうとか、おめでとう直接みたいな、ね、言い方あると思いますけどね。おめでとうでいいからじゃん。おめでとうよかったね、おめでとう。おめでとうや。では一旦コマーシャルです。はい、おおおおおお、あ、次挑戦 か、はい、次だ。お、待ってて、俺とチャレンジします。なんで見ててね。今週もたくさんのメール、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。新たな爆笑伝説の認定、今週はさあ誰でしょうか。職場のたかし先輩にサプライズケーキを準備したら、開けたらハッピーバースデー貴様って書かれてた。ダブルスキッパーさん、おめでとうございます。おめでとうございます。いや、これね、僕ちょっと読み間違いしてしまったんですけど、はい、これ一番面白かったですですね、はい、いや、よかった。誰に貴様よ。なんか礼儀の分かる敵の将軍から来たみたいな。最後貴様だけど。さあ、それでは番組冒頭で発表しました一発チャレンジに挑んでもらいたいと思いますよ、はい、モーリー出番ですよ。はい、私は今テンブスの葉に来ております。私がチャレンジするのがこちら、はい、テンブスの葉4回渡り廊下から落ちてくるボールをカゴでキャッチするです。来週7月13日土曜日の放送会にて15名限定で一般観覧席をご用意します。おっしゃ、おお、頑張れ。よし、行きましょう。はい、あ、だからこの高さが必要ということで、羽もなりました。はいはい、天仏まで。おお、一発チャレンジですからね、はい、一発チャレンジですからね、はい、高さはおよそ13メートルだそうです。おお、結構高い。いや、結構あるね。球もちっちゃいね。はい、自信ありましょうか。それでは
早速チャレンジしたいと思います。はい、頑張れ。お願いします。さあ、一発ですからね。はい、おお、はい、乗ったやったー、尺押しすぎー、素晴らしい、やったやりましたよ。ということで、成功しましたので、来週観覧の皆さんお呼びします。やったすごい、すげえ、15名、はい、ね、応募の締め切り7月8日月曜日午後6時まで、はい、こちら上のね、今真上に出てますQR コードか、もしくは X から応募フォームありますんで、はい、ぜひチェックしてみてください。いやー、すげー、一発でちゃんと成功しましたね。あれ、あれ今日あれとこれ2秒ぐらいのこれとで仕事がそうですね。だからまあ今回ちょっとギャラ安くてもいいんじゃないかなって思いますよ、ね、そうですね、アゴメンさんたちに渡してもいいかもしれない、はい、じゃあ感想メール、はいはい、感想メール見ますか、出ますか、おー来た、はい、あー、ダブルスキッパーさん、あ、これさっきのネタですね。さっきのだ、たかし先輩のやつか。あ、今日来たよ。あ、来たよ。サウロお兄さん、顎の面積お兄さんを見ての感想。土の子を見つけた気分になりました。ありがとうございました。終わり。あ、ごめんさん、落ちてる。はい。いいね。よかったね。やっと見れた、嬉しいっていう。お題いきましょうか。はい。じゃあ、来週のお題。はい、では来週のお題を今日は加工がいきます。鶏でお願いします。はい、呼吸国交引き続きおめでとう。はい、来週のお題は引き続きおめでとうです。ゲストの皆さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということで改めまして16周年本当にコングラチュー。いくよいくよいくよ、長いね、いくよ、せーの、レオン。